皆さんこんにちは、ヒロです。皆さんはどうして日本語を勉強していますか？お金。まあ悪くない答えですよね。もちろんお金はすごく大事なんです。でも日本語を勉強することによって得られるメリットはものすごく多いんですね。言い換えてしまうと、言語を勉強しないなら人生で損しているんですね。もしも一つの言語しか話すことができないなら、その国の人としかコミュニケーションができないんですね。多くのアジアの国では一つの言語しか話せない人たちがほとんどなんです。例えば日本は日本語、ベトナムではベトナム語ですよね。もしもあなたが複数の言語を話すことができると、その国の何倍以上もの人とコミュニケーションができるんです。そして何よりもその人たちというのは、今まで自分が育ってきた文化とか環境とは全く違うルーツを持つ人たちなんですね。そうするとたった一つの言語を話せるだけで自分の知らない世界を知ることができるんですね。これはめちゃくちゃすごいことなんですよ。そして普通の人というのは一つの言語しか話すことができないんですよね。もしもあなたが複数の言語を話すことができると、それだけあなたに価値が生まれるんですね。価値が生まれると会社からもらえる給料も高くなるんです。言語が話せて能力もあるなら、海外に行くチャンスも生まれるんですね。海外で働くことはものすごく大変なんです。違う言語、違う環境、違う文化で戦っていかないといけないんですね。それができるということは、あなたはものすごい能力があるということなんです。つまり自分に対して自信がつくんですね。これだけ見れば当たり前のことばっかりなんです。ただ皆さんは言語を勉強するときにそれを忘れてしまっているんですね。こんなにメリットあることを勉強しない方がもったいないですよね。一つの言語しか話せない人よりも複数の言語を話せる人たちの方が頭が良くなる可能性があるんですね。実はある一つの実験がありました。7歳の子供たちを集めて2つのグループに分けたんですね。1つ目のグループは1つの言語しか話せない子供たち、2つ目のグループは複数の言語が話せる子供たちのグループです。そして勉強の成果を比べたんですね。どんなことが起きたと思いますか？実は複数の言語を話せる子供たちというのは集中力が高くて学習効率がすごく良かったんですね。複数の言語を話せるからといって頭がいいわけではないんですが、頭が良くなる可能性はすごく高いんですね。集中力以外にも記憶力の向上、そして判断力も良くなるという研究結果が出ているんですね。これらは仕事でとても役に立ちます。仕事ではもちろんたくさん覚えないといけないし、何よりも判断を求められることが多いですよね。そんな時バイリンガルの人たちは瞬時に何が正しいのかを判断することができるんです。これは話す以外にも大きなメリットなんですね。皆さんは自分のベトナム語に自信がありますか？例えば外国人相手にベトナム語を教えてください、こんなことを言われた時に皆さんは教えることができますか？ほとんどの人が教えることができないと思います。僕も昔は日本語を教えることができなかったんですね。なぜなら自分の国の言葉を話す時って何も考えてないですよね。あ、今副詞使わないと、これは動詞だな、そのこと考えてる余裕なんてないんです。ただ他の国の言語を勉強した時に自分の言語と比較し始めるんですね。例えば僕の場合、英語を勉強した時に
日本語と英語の文法って全然違うものなんですね。だから日本語ってこんな風になってるんだ、そうやって気づくことができたんです。そうするとこうした方がもっと論理的で分かりやすい、そんな風に言語の理解も進んでいったんですね。実は研究によると複数の言語を話せる人たちというのは読解力が高い傾向にあるんですね。つまりこれが意味するところはその国の言語をより深く理解しているということなんです。読解力が高いと話すことも上手になりやすいんですね。例えばスピーチをするだとか YouTube でこうやって話し続ける、そういうことってものすごく難しいことなんですね。話が面白くなかったら誰も見てくれません。でも他の国の言語を勉強することによって自分の国の言語をさらに理解して論理的に話すことができるんです。そうすると話し上手にもなれるんですね。皆さんは年を取った時に一番怖いことは何ですか？やっぱり脳の病気ですよね。認知症になって自分のことがわからなくなる、そんなことすごく怖いですよね。もちろん年を取った時に体の機能が低下してしまうのは仕方がないことなんです。ただもしもあなたが脳の病気を予防したいと考えているなら言語を勉強しましょう。実は言語を勉強することによって脳全体が活性化されて、そういった脳の病気を防ぐことができるんですね。意外でしたか？言語を勉強するとその一瞬のメリットではなくて言語を勉強してから一生メリットが続くんですね。こんなにコスパのいいこと他にはないですよ。どうして勉強しないんですか？今日紹介したバイリンガルになるメリットというのは一部でしかないんですね。それ以外にもアイデアが出てくるようになる、社交的になる、いろいろなメリットがあるんです。確かに言語を勉強することは楽なことではないんですね。1年か2年ぐらいは本当に必死で勉強しないといけないんです。ただその後メリットは一生続くんですね。だから1年2年頑張るだけでその後の人生が大きく変わってくるんです。今言語を勉強している皆さん、頑張って続けてください。確かに今はすごくしんどくて辛いと思います。でもその後のことを考えるとあなたの人生は大きく改善していくんですね。だから諦めないで頑張っていきましょう。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。